マルマインを沈めることに成功し、順調に任務を遂行する彼方、仕事の後の芋餅も堪能し、幸せな日々を送っていた。最後にして最大のキングポケモン、クレベースを沈める準備も整った。頑張れ、彼方。さあ、では続きをやっていきましょう。この上でね、なんか氷を取るって言ってましたね。前回は落下してしまいました。今回は大丈夫。急降下、あれ急降下、ん、どうやるんだ。難しいです。あ、降りれました。 OK、 よし。こっちになんか、あ、調べるが出ましたね。ここで、お、アルセウスフォンだ。久しぶり、アルセウスフォンが反応している。お、あ、永遠の氷、これを欲しかったんですよ。これを、これがクレベースの好物だから、これを使ってクレベースと沈め玉を作ることができるというか、戦えるようになったね。ついに登り切りましたぞ。ハマレンゲさん、鍛えた甲斐あって、スクワットの甲斐あって、ほう、氷塊の上に飛び乗って永遠の氷を入手しましたか。熱い使命感、どこから来るのです。ありがとうございます。いや、でも登れるんだったらウォーグル必要なかったかもな。いや、そんなことないか。お前さんの努力には敬意を表しますぞ。いえいえ、こちらこそあなたの筋肉に敬意を表しますよ。いろいろ思うところはありますが、クレベースと戦えるよう準備します。氷山の戦場にお越しなさい。ありがとうございます。では沈め玉の用意を任せました。降りれんの。おっと、決して真似はするな。鍛えた筋肉の持ち主だからこそここから飛び降りることができるのです。本当？大丈夫？これが最後のこのハマレンゲさんのセリフだったとかにならない？大丈夫だったっぽい。よし、じゃあ氷山の戦場に向かうってことなので、ここですか。ここに行けばいいんですね。よし、じゃあ行ってみましょう。さあ、移動が楽です。そしてみんながいました。どうだ。おお、こうやって降りていくのか。 OK。 お、いました。早い。あ、ウォロさんもいるね。いやあ、カナタさん、純白の凍土で人と出会えた。喜びは格別ですね。ハマレンゲさんに頼まれた剣舞茸を届けに来たのですが、クレベースの話を聞くことができました。うん、どうです、お聞きになりますか。ぜひ。ですよね。クレベース、翡翠地方5匹目のキングですね。最後のキングですよね。あれだよ、あいつはとんでもないぞ。教えていただいた話では、氷の塊を弾幕のように打つだけでなく、大きなつららを放ったり、地面から氷の結晶を突き出すそうです。オールレンジ攻撃か、強すぎませんか。ちなみに古代のクレベースは高さが30メートルもあったそうですよ。何？大きすぎませんか。大きいし強いし、あれだよ、剣舞茸を食べてからの筋肉特訓は効くんだよ。よし、戦場に行くとしようか。ほう、すげえなこの人。クレベースを見たかったのですが、さすがに危ないと言われましてね。では寒いので失礼します。よし、じゃあオロさん、さよなら、また会いましょう。僕はハマレンゲさんと共にクレベースを沈めに行ってきます。お前さんの気持ちの強さが上回ったか、いや、人の世界、ポケモンの世界に踏み込むことで得た力なのでしょうか。では永遠の氷を使い、沈め玉をご用意しましょう。私の筋肉であれば一瞬。筋肉を使って沈め玉を作ってくれた。その工程は一切謎に包まれていますが、ほら、ご覧の通り。ありがとうございます。クレベースを沈めたいのでしたら先に進むといいでしょう。ですがクレベースはとにかく氷塊を放ってきます。お前さんも沈めるというのであれば、まずは無敵の回避を使うといいでしょう。 Y ボタン回避が重要となってくると。いきます。よし、おお、ムービーが入って、もう吹雪じゃないですか。少し前すら見えない。わっ、え、嘘でしょ。でかすぎ。こんなの一匹のポケモンなんですか。金色のクレベースが、うわ、口の中が雪というか凍ってる。どうだ、まずはパターンを覚えよう。まずは、ちょっと待って、こっち足場これだけ、どういう感じ、どういう感じ、
降りていい？ん？降りていい？あ、降りれないね。あ、こういう感じ？シューティングゲーム的な感じ？割とね、シューティングゲームはね、得意でしたし、好きですよ。弾幕系シューティング、ケイブのシューティングとかやってました。そして、この距離で当たるんだ。カナタは肩が強いですね。お、なんだこれ？あ、これが下からのやつね。これは、この、ここに出るよっていう予告が来るから、それを避けていけば OK。あ、これは、おっと？ちょっと待ってくれ。これは、これだね。タイミングで、今！うん、ちょっと今、悪いパターンに入っちゃったけど、お？これ、まだ見たことない。これか、グラビームね。OK、OK、OK。グラビモスのピン、あ、ちょ、これ、投げたい、投げたい。ポケモン、チェンジする暇もなかったけど、一旦シャワワワンを投げちゃったけど、大丈夫かな。この子は、どういうタイプなんだ？氷はあると思うんだけど、あ、水の波動が入るね。なんでだ？なんでだ？まあでもよかったよかった。とりあえず打ってみよう。岩タイプとかなのかな、もしかして。お、一撃、お、シャワワワンでよかったね。ここ連打連打。オッケーオッケー。あんまり入んなかったか。あ、この角の先っぽだったら近いから当たるみたいな。これは大丈夫なのよ。これは通り道あるから、これは通り道あるから大丈夫なのよ。ふい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 。これは一番大丈夫な攻撃、冷静にいけば避けられます。ちょっとちょっとずつ当てたいね。で次、これはちょっと離れた位置にいた方が避けやすいですね。 OK、 3連発か、基本3連発で、これはこれタイミングなのよ、タイミングなのよ。音聞いて、音が近づいてきたら振って避ける。で最後のグラビモスのビームは、この扇風機的なビームはこっちの打ってくる方向に向かってくぐっていけば大丈夫と。でこれで隙があるから当てていく。そしてギリギリまでちょっと沈めたまま当てた後でシャワワワン。欲張っちゃった、すぐ投げればよかった。ちょっとじゃあ同じパターンなんで、ちょっと飛ばしながらやりますね。よし、最後の沈め玉、この連打でいけるっしょ。 OK、 この回線でいけそう。よし、どうだどうだどうだ、倒したね倒したね。 OK、 おお、でかすぎ。沈め玉を投げつけて、さあどうなったどうなった。左目が見えてないかなた。おお、普通の色に戻ったけど、普通の色も普通じゃないな。やはり翡翠の姿なのかな、これは。そうだね、タイプも違ったっぽいしね。ん？かなた口あんぐり。あ、こんにちは。あ、つららのプレートくれたんだ。つららのプレートをゲットしました。あのサイズのクレベースからしたら、よくなくさずに管理して持っておけたよねって思いますね。お、薄着の2人がいます。浜先生、そんなに気を落とされなくても。お、どうして気を落としちゃった。ですが、あのように大きく強いクレベースが人の手によって沈められてしまうとは。空から落ちてきた彼方なるもの、化け物ですか。本当だよね。化け物じゃないよ。自分の危険を顧みずに荒ぶるキングを沈めてくれた人。よそしい。カナタさん、浜先生は真珠弾を心より大事に思ってくれているし、思っていてくれるし、神王様を心から信じているの。うん。だから金剛弾や銀河弾と交わり、神王様を思う気持ちが薄れることを誰よりも恐れて懸念なされていたの。でもそれも変わるね。カイ？カナタさんが教えてくれたの。仲間のポケモンがいれば共に困難を乗り越えられるって。そうそうそう、そういうことがね、お伝えしたかったんですよ。カナタ的には、私もグレイシアの強さもっと引き出せるようになりたい。もっと広い世界を見たいよ。おお、なるほど、カイも変わりましたな。いや、さすがだよな、カナタ。お、メロンさん、メロンさんじゃないや、わさびさんも来てくれた。メロンさんは全然違う人ですね。荒ぶるキングをすべて沈めた。時空の裂け目も何か変化しねえのかよ。どうだ？でも変わりそうにないね。変わりそうにないね。
それはわからないよ。心なしか裂け目が小さくなったようだけど。本当？そのようだな。ほう。これで割ってほしいよな。時空の裂け目からまた不思議な雷が落ちたとしても、カナタがいれば大丈夫とはいえ。そうだね、カナタさんがいるもの。いやでも、トラブルは少ない方がいいですよ。お、何ですかこれ。あの厄介、仲直り的な？何？愛の告白ではないと思うけど、お互い信じる神王様は異なるが、俺は真珠団も悪くないと思うぜ。いいじゃん、手を取り合っていこうぜ。適当なことを。ほらやっぱここいい感じだよ。さて、すべてのキングを沈めたんだ。伝木の旦那のしかめっ面、どのように変化したか見に行こうぜ。よし、報告行きましょう。え、もしかして芋餅。よし、戻ろう。すぐ戻ろう、すぐに戻ろう。今伝木さんのとこ向かってるんですが、この修造さん、あのね、ポーチ拡張してくれる人ですよ。なんと、もう8000円ですよ。もうこちとら大変ですよ。ひいひい言いながらちょっとずつね、拡張してもらってるんですけど、次はいくらですか。ほら9000円です。ちょっととても手が出ないんで、また来ますね。今さ、奥にいたこの人すごい白い目で見てたよ。行くよ。この人、あやふみさんが、ほらこうやって、ほらあ、さっきの表情はしてくれないわ。でも白い目で見てたんですよ。はあ、厳しい。すべてのキングが荒ぶり、荒ぶったキングをすべて沈めたか。うん、一連の事件の理由は不明のままだが、とにかく型がついてよかった。あ、嬉しそう、かなた。時空の裂け目から落ちてきた得体の知れないお前が翡翠に安寧をもたらしたな。そうですね。そう、明日から普通の日々が始まるな。お、本当ですか。でも裂け目まだ消えてないよ。芋づる亭にて滋養を取れ、体をゆるりと休めろ。銀河団が安心して翡翠で暮らせるようになるまで、調査隊の仕事に終わりはない。ほう、よっしゃ、すべてのキングを沈めました。で、ご褒美の芋餅タイムですか。今日はどんな芋餅ですかね。さあさあ、早く見せてくれ芋餅を。ムベさん頼むよ。うん、ムベさん、いつもの芋餅、今日はたくさんプリーズです。あと美味しいものがあればどんどん持ってきてくださいね。お、出た、今日は大盤振る舞いデーですね。ありがとうございます、スラベン博士。すべてのキングが静まり、大きな脅威は去りましたね。野生のポケモンに気をつけつつ調査を進めないと。うん、何もしていないクレベースまで沈めるのはと考えていましたが、結果としてはみんなが安心できてよかったです。もし彼方が空から落ちてこなかったら、今も荒ぶるキングが誰かを襲っていたのかも。確かにな、よかったよ、じゃあ助けられて。それにしても時空の裂け目とは何でしょう。どうしたら消えるのか。あれ、でも消えちゃったら彼方は戻れないのでは。そうなのよ、そう思ってます、僕は。いや、こっちの生活も悪くないけど、さすがに向こうのね、彼方のなんか周りの人心配してると思うんだよね。そうだね、そうかな、そうだねだと思うけど。調査すればいいのです。それにかなたくんの居場所はここ寿村ですから。まあ今はね。さあ、明日からも大変ですよ。僕たち調査隊の目標はポケモン図鑑の完成ですからね。うん、そうですね。助手としてかなたの調査を手助けしていければ。ねえ、なんかそうよ、先輩って言ってたじゃん。ずっとさ、先輩でいてよ、助手なんて言わないで。何よ、翔くんも立派な調査隊員です。そうよ。あ、ありがとうございます。明日に備えてたくさん食べて英気を養います。なんかこう無邪気な笑い方をするようになったな、翔ちゃん。いいね。よし、芋餅だ、芋餅をたらふく食ってやるぜ。どーこ、なんでしょう。え、またあれじゃない、裂け目からなんか雷なりなんかやばいこと起きたんじゃないの。異変、外へ出て様子を見る。みんなざわざわしてんじゃないの。あ、よいしょ。さあどうなってますか、街はどうなってますか。雨の音がちょっと怖いけど、空の色がやばい、空の色がやばいね。あ、みんな見てる、上を。かなた、何、え、よりでかくなったってこと。ん、伝木さんも見てるよ。どういうこと？ん？
何何、意味深、すげえ意味深。え、なんか何とも読めない表情してたな。時空の裂け目から何とも言えないエネルギーが溢れ、あ、空が赤く染まったのです。やばいじゃん。あ、島星隊長、伝言がある。団長が即刻参れと。お、彼方が不安そうな顔してる。翔ちゃんも不安そうな顔してる。え、うむ、まがまがしい、そうとしか言えない空となったな。なんだよ旦那、キングを沈めた後の話し合いだよね。それよりも確認すべきことができたのでな。彼方が落ちてきたその夜に不思議な雷も落ち、バサギリたちが荒ぶり出したな。彼方が全ての災いのもとみたく言いたいってこと？何かしらの関連を疑うのは当然だろう。まあその言ってることもわかる。わかるけどさ、今まで一生懸命やってきたよ。カルタよ、お前は何者だ。うわぁ、ここはわかりませんって答えちゃダメな気がするけど、今は調査隊員だよ。でもちょっとわかりませんにしようかな。僕もわからないんです。そうであろうな、はあ、まずい方を選んだかも。時空の裂け目を通じてお前と荒ぶるキングたちはつながっていたのではないか。やばい、疑われている。キングを沈めていくことで私たちの信用を得ていたのか。全て自作自演の出来レースだと言いたい。して今度は何をする、何を企んでおるのだ。そんなことないんです。旦那、何もカナタさんが何かをしていると決まったわけでは。そうですよ、疑わしきは罰せずですからね。しかしここでは伝木が法律。そうだぜ、カナタがそんなすげえ力を持つとかありえねえだろ。潔白であると言い切れるのか。時空の裂け目から落ちてきた人間だぞ。誰が素性を保証できるのだ、誰が大丈夫だと保証できるのだ。それは鬼の証明だよ。カナタさんに疑惑がないことの悪魔の証明ってやつか。証明だなんて誰にもできないよ。無理難題を吹っかけるなって。カナタはどうすりゃいいんだよ。どうすりゃいいですか。僕、調査の機会を与える。ただし銀河団としてではなく疑いを晴らさねばならぬ。一人の容疑者としてだ。苦しい。ことぶき村では空から落ちてきたお前を怪しむ者もいる。それゆえ銀河団を退団してもらう。まあしょうがないか。そっちの言い分もまあわからなくもないからね。異変の理由が判明するまで、いや事態を解決して身の潔白を証明できるまでことぶき村に入ることは許さぬ。厳しい。良いな島星。島星さんなんて言うかな。島星さんははいなのか。なんと無情な、カナタさんを信じないの。かばいだて無用。銀河団の団長である私の責任において果たすべき責務。まあ村の人を守るっていうのは確かに大事だからね。これまでの功績、お前の異能は認めている。それゆえ取らずに自由にするのだ。なるほどな。まあ筋は通ってるように聞こえる。これどうしよう、もう村に帰ってこれなくなったらいろいろ困っちゃうね。ああ、二人とも追放ですか。え、どうして。翔ちゃんごめん。決定である。島星さんも多分今これ心を鬼にして言ってるわ。うわー、行くぞ。なんかこれ島星さん二人になった時優しい言葉かけてくれたりとかしないかな。あー、ひなつちゃんちょっと挨拶したい。あー怒られた。こちらだ。あー、はい、すいません、ついていきます。村の外に行くんだね。これはここまでです。出た、最強キャラデンスケさん。あー承知している。だがこの者は私の一存で入団させた。原野ベースまで同行し責任を持って銀河団から追放する。私も見送ります。もちろん僕もです。許可する。一応この3人はなんか味方っぽい3人だけどね。行き先は原野ベースですね。ご無事で。あー、デンスケさんもなんとも物悲しそうな表情だったぞ。うわ、ピアノのズーンっていう怖い音が鳴り響いている。さあ何を言ってくれるかな。ボスもひどいですよね。彼方は任務としてキングを沈めただけなのに。
そうです、空から落ちてきたとはいえ、カナタ君に空を赤くする力なんてないですよ。 It's an unforgivable decision。 非科学的です。科学者として断固攻撃するのです。カナタをこれ以上困らせるな。カナタをかばうことで博士たちに類が及べばどうなる。だが君に感謝している人間もいる。カイ、関やカイがそうであろう。そうです、混合団真珠団であればカナタ君をかくまってくれるかも。と言っても関さんもカイさんもそれぞれの集落に戻られましたし、まずはキクイさんに会われるとよろしいのでは。巨木の戦場におられるでしょうし。キクイさん頼るか。カイさん、関さん、すぐ帰っちゃうんだ。なんかちょっとそれも寂しいな。あ、命令する。ノータレージにするな。島星さんかっこいい。調査のための便宜は図っておく。いいか、誹謗も称賛も、所詮は他人の感情。重要なのは、君自身がどうあるべきかを強く持つことだ。はぁ、ブライト館長みたいなことを言ってくる。始まりの浜で語ったポケモン図鑑完成の夢、君がいないと叶わないのです。キクイを訪ねる。キクイさんのとこ頼ってみるわ。ラベンさん、ありがとうございました。ちょっと行ってきます。君、一体何をしたのかね。あれほどの大きな裂け目だよ。あそこからの雷がポケモンに落ちればどんなポケモンだって荒れ狂うよね。真珠団のみんなも大騒ぎだからね。やはり空から落ちてきたものは災いを招くものだったりするのかね。助けてほしい、キクイさん。それか。だけどさすがにね、手を差し伸べたいけれど、カイさんに迷惑かかるからね。そうだよね。バサギリを沈めてくれて感謝してるし、報いたいが、俺一人ではどうにもできないね。プンプン。ヨネさんなら何とかしてくれないかね。あの人面倒見がいいからね。なんかこれ迷惑じゃない？僕たらい回しにされてない？ヨネさんおそらく削られ橋にいるのではないのかね。なんでも思い出の場所らしいからね。広大な翡翠の大地、どこかに居場所はあるからね。はい、わかりました。行ってきます。ヨネさん、すごい空だよね。これだけおかしな光景が広がったら誰だってまともではいられなくなる。何が起きているんだい？わかりません。知りたいぐらいですよ。カナタすごいかわいそうな表情ずっとしてる。わかるわけないか。あんたのことはリーダーから聞いた。ことぶき村に戻れないんだろ。だけどね、混合団でもあんたを助けられないよね。あんたのために混合団と銀河団が争ったらあんたも嫌だろ。怪しさまに好かれたあんたに味方したいけれど、今は許しておくれよ。大丈夫、時が解決してくれる。それにあんたは運命を切り開いてきたよね、これまでもこれからも。ありゃ、やっぱ誰も頼れないっていう感じ。すごい悲しいな。うわ、彼方、ちょっと大丈夫、ダメだよ。よかった。うわ、でも途方に暮れてるわ。クルルオ、誰、何のポケモン。あー、コリンク、コリンクちゃん、かわいい。励ましてくれてるのか。友達はお前だけだみたいな感じ。そっか、ポケモンはカナタ、やっぱなんか懐く才能みたいのあるから、ポケモンはいいよなって今カナタ思ったのかな。ポケモンはやっぱ好きだなって思ったんだろうな、今自分のことを。あれ、悲しい雰囲気だな。大丈夫かこれ。誰だ、ウォロさんだ。確かになんかこういう時にウォロさんとか助けてくれそう。あなたの周りでは不思議なことばかり起きますね。カナタさん、探していましたよ。お得意様がいなくなると自分も困りますからね。事情は知っております。優れた商人は情報の重要性を分かっているものです。さて、銀河団はもちろん混合団、真珠団にも居場所がないようですね。ご安心ください。誰もが翡翠地方の全てを知っているわけではありません。
いいことを教えますよ。自分にお任せあれ。おろさん頼ろう。おろさんを頼ります。ちょっと今回はストーリーの進行ばかりになってしまいますが、大事なとこっぽいんでね、ちょっとちゃんと読んでいきましょう。こちらです。あれ？ボロ屋ですが、そこは我慢していただいて。あ、ここは別にそうか、今まで訪れたことないか。え、提供してくれるんだ。隠れ里、隠れ里だって。あ、ここ拠点にしていって。なんかマダム、素敵なマダムがいるぞ。またゾロ怠けに来たのか。空が赤くても変わらぬやつよの。どうもコギトさん、今日は翡翠の神話や伝説を学びに来たわけではないのです。お、あ、ごめんなさい、あの全然お若い方でした。コギトじゃ。してこやつは？まさに時の人ですね。荒ぶるキングたちを沈めたカナタさんです。ああ、以前話しておった時空の迷い人か。はあ、そなたのおかげでようやく務めを果たせそうじゃ。ん？務めとは何ですか？すごく独特なというか異質な雰囲気を放ってますね。時空の裂け目は捨ておけぬ。時間空間の均衡が崩れかねん。それを防ぐ使命を託されたのが時空の迷い人であるそなたじゃ。なんかめちゃめちゃ詳しいな、この人。何者だ？ふう、長い話になるの。参れ、自慢の言い折りに入れてやる。え、今ボロさん、ここボロ屋とか言ってませんでした？大丈夫ですか？ちょっとお話を聞いていきましょう。うわ、めっちゃいいベッド。ベッドだけめっちゃいい。ベッドだけっていうのは失礼しました、ごめんなさい。時空の裂け目はの、いくつもの時空につながる穴という。その一つ、遥か向こうの時空におられるのが神王様。うん、金剛団の真珠団の、どうですかこれは。あ、難しい。あ、難しいは読めない。王子雷魂、これ中という。四方上下、これうという。ああ、あ、今漢文字だったのね。現在を含む未来、すなわち時間を中と呼び、前後左右上下の全方向、すなわち空間をうと呼ぶ。あ、知ってる知ってる、なんかこれ聞いたことあるわ。それで宇宙なんでしょう。時間と空間だよみたいな。わかるな。時間と空間合わさって宇宙となる。金剛団、真珠団のように時間と空間のどちらかだけをすごいと言えるものかの。二つあってどちらも宇宙。うん、まあ異なる時代を知るそなたにはわかる話よの。さて、時空の迷い人よ、使命の内容を伝えようぞ。翡翠地方にある湖、真珠湖、立志湖、英知湖、三つの湖じゃないですか。これダイヤモンドパールの時にも出てきましたね。ユクシー、アグノム、エムリットがいる場所ね。それぞれに心を表すと言われるポケモンがおってな、まさに今のポケモンだと思います。湖の3匹の試練をこなし、授けられたものを霧の遺跡に持っていくのじゃ。そこで得られる赤い鎖なら世界をつなげられるらしいでな。キーアイテムですね、赤い鎖。これも出てきました、ダイヤモンドパールで。世界をつなぐですか、裂け目を閉じるのではなくて。えい、そのような目で見るな。わしだって裂け目が生じたら湖を巡り霧の遺跡に行けという大昔の話がどこまで真実か知らぬ。それでも伝承せよとの役目は果たさねばならぬからの。先祖も罪じゃ、子孫の苦労も考えずに伝説など残しよって。なんか代々とすごいものを継いできた一族の末裔なのかな、このコギトさんは。ふう、そなた使命が分かったならやるよな。わかりました、やります、頑張ります。なすべきことを知っているというのは尊いの。アルセウスファン、アルセウスファンは3つの湖を示している。うん、コギトさんのいおりにはクラフト代もありますし、材料であれば自分が手配しますよ。もちろん代金はいただきますがね。さすが商人ウォロさん。放牧場は手当てってなんだっけ。手当て気になるな。あ、ポケモンの手当てってそういう意味か。お金のことばっか考えてたから僕、手当てって言ったらお金のことかと思っちゃった。ポケモンの回復も大丈夫です。いざとなればベースキャンプでこっそり。そうか、ベースキャンプは使っちゃえってことね。ん、なんじゃ今の鳴き声、今度はポケモンでも迷い込んだのか。そなたたち見てまいれ。はいはい、この二人どういう関係性なんだろうね。カナタさん行きますかね。ほう、ちょっとね、結構長くなってだな。でもまあ表までは見るか、表までは見ましょうか。
ケイシーだ。おや、ケイシー、どこからテレポートしてきたのでしょう。あ、どうした、ケイシー。あら、手紙ですね、カナタさん宛ての。わかった、このケイシー、島星隊長のケイシーじゃない。きっとそうだよ、カナタは手紙を読んだ。カナタ、私のポケモンを通じて放牧場のポケモンをやり取りしろ。ベースキャンプも使えるように手配した。やばい、今泣きそうです。絶対、はい、これ島星隊長です。優れた調査隊の一員として君がこの異常事態の調査をいち早く終えることを信じている。調査隊隊長島星、うわ、めっちゃいい上司だ。うわ、僕この人の下で働いてきてよかったわ。うわ、こういう上司と出会いたいな僕も。もしかしていい知らせですか。そうですね、秘密です。ここは笑顔で秘密ですを言おう。このこっそり送ってくれた島星隊長にもね、気を使ってというか、ここは笑顔で秘密ですとウォロさんも察してくれる。さてと、3つの湖を巡るですか。なかなかに骨の折れる仕事、どなたか手伝ってくれませんかね。お、ウォロさん、商人というのは抜け目ないね。カイさん、カイさんと関さん来たよ。とりあえずよ、混合団の連中は安堵させてきたぜ。あ、それに時間使ってたのか。なんかさっさと帰って白状だなみたいに思っちゃってごめんなさい。信じてます、二人のことは。キャプテンたちもキングの様子を見ているが問題ねってな。だがよ、表立ってあんたを助けるわけにはいかねえ。そうだよね、なんかおそらくさ、混合団、真珠団のなんていうの、国民っていうか、その面倒見てる人たちもさ、カナタとなんで仲良くしてるんですかって不安になっちゃう人もいるもんね。デンボクさんの面目を潰すと団の関係がこじれそうだしね。そうだね、つまりだ、こっそり助けてやるから、俺かこいつかどちらか選べ。え、まあ選ぶまでもないだろうがよ。え、ちょっと待って、どちらかと今後一緒に進んでいくかを選ぶってことか。うわ、ドラクエ5方式か。ちょっとこれ大切っぽいんで、これ次回としましょう。今日もね、まあいい時間になってきたんで、ここで締めたいと思います。じゃあ次回、この二人のどっちについていくかを選びながら物語を進めていきたいと思います。今日もご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。